お世話になっております、マサルです。今回はサーバー証明書の種類について一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。まず最初に前回話したデジタル証明書について復習します。その後サーバー証明書の種類として DV 証明書、 OV 証明書、 EV 証明書、それぞれについて学習しましょう。それでは始めます。まずは前回の復習です。デジタル署名とは印鑑のようなもので、データに対してデジタル署名を行うことでデータの完全性とメッセージの作成者を保証することができます。デジタル署名は秘密鍵によって作られているため、このデジタル署名を検証するには送信者の公開鍵が必要です。そこでデジタル証明書を利用して公開鍵を渡します。デジタル証明書はX.509 というフォーマットで規格化されており、公開鍵自体の情報と公開鍵の正当性を保証する内容が含まれています。デジタル証明書を使うことで公開鍵の正当性を保証しながら公開鍵を渡せるということですね。そしてデジタル証明書は利用シーンによって様々な名前があります。もしサーバーの公開鍵を渡す場合は、デジタル証明書をサーバー証明書という名前で呼ぶことがあります。今回はサーバーの公開鍵を渡すサーバー証明書の種類について勉強していきましょう。結論からお伝えすると、サーバー証明書には DV 証明書、 OV 証明書、 EV 証明書の3種類があります。それぞれ証明する内容が異なっており、 DV 証明書が一番保証する内容が少ない、信頼度が低い証明書、 EV 証明書が一番保証する内容が多い、信頼度の高い証明書になっています。どの証明書でも公開鍵を渡すという役割は果たすことができます。ただどんなサーバーであるかを保証する内容が異なります。一つずつ見ていきましょう。まずは DV 証明書です。利用者がドメインを所有していることを保証します。 DV 証明書は一番簡易的なサーバー証明書です。DV 証明書を作るのはとても簡単で、料金は無料もしくは低価格で作成することができます。有名なのはレッツエンクリプトです。このレッツエンクリプトを使うと無料で DV 証明書を作ることができます。こちらの例を見てみると、このサーバー証明書で保証しているのは CN だけです。このウェブサーバーで使われているサーバー証明書であることを保証しながら公開鍵を渡すことができます。こちらの例を見てわかるように、保証しているのは CN、 つまり利用しているサーバーのホスト名だけです。この名前のウェブサーバーで使われているサーバー証明書であることを保証しながら公開鍵を相手に渡すことができます。ウェブサーバーの通信は現在ほとんど HTTPS の通信が使われるので、サーバーに対して接続してきたクライアントに公開鍵を渡して暗号通信をできるようにする必要があります。DV 証明書でも公開鍵の情報を渡すことができるので、 HTTPS によって暗号通信は問題なくすることができます。しかし DV 証明書の場合は企業の実在性や業務実態を確認していないので、接続先が悪意のあるウェブサーバーである可能性はあります。つまり DV 証明書は公開鍵を相手に渡して暗号通信をするためだけのサーバー証明書と言ってもいいかもしれません。次は OV 証明書です。利用者のドメインの保持と企業の実在性を保証します。こちらは IPA のサーバー証明書です。先ほどと違って CN 以外にも組織の表記名がありますよね。名前が www.ipa.go.jp。 このウェブサーバーを管理している組織が独立行政法人情報処理推進機構。このようにどのような組織が運営しているのかもサーバー証明書で保証しています。OV 証明書を作るときにはどのような組織が運営しているのか審査が必要です。つまり悪意を持った組織が OV 証明書を作ろうとすると、その審査の段階で弾かれるので、 OV 証明書を使うことによってサーバー証明書の信頼度を高めることができます。ただ一般的に DV 証明書と比べると発行するための費用はもちろん高くなってしまいます。あと DV 証明書はワイルドカード証明書として使えることも覚えておきましょう。ワイルドカード証明書というのは、こちらの Google のサーバー証明書のように CN の部分にアスタリスクを含むサーバー証明書です。このワイルドカード証明書を使えば www.google.com でも利用することができますし、 Google カレンダーの
カレンダー .google.com や Gmail のメール .google.com でも使うことができます。ワイルドカード証明書は1枚のサーバー証明書を複数のサーバーで共用することができるということです。最後は EV 証明書です。 EV 証明書はドメインの保持、企業の実在性、そして企業の実態まで審査を行い保証します。国際的な認定基準に基づいて審査を行って発行するので、一番信頼度が高いサーバー証明書です。主に銀行のサイトなど商取引をするサイトは EV 証明書を利用していることが多いです。先ほど OV 証明書ではワイルドカード証明書として利用することができるとお伝えしましたが、 EV 証明書の場合はワイルドカード証明書として利用することはできません。 CN の欄に www.mizuhobank.co.jp とあるように、一つのウェブサーバーでしか使うことができない証明書になっています。EV 証明書は商取引などを行うウェブサーバーで利用される最も信頼度が高い証明書であると覚えておきましょう。あとはサーバー証明書の有効期間についても情報を補足します。現在サーバー証明書の有効期限は約1年間、最長397日が有効期間になっています。昔は最長2年間利用することができましたが、現在はセキュリティの観点から約1年間でサーバー証明書を新しくする必要があります。サーバー証明書を導入したら約1年で有効期間を迎えるということも覚えておきましょう。それでは今回も動画をご覧いただきありがとうございました。最後におまけ動画用意しています。最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティと Twitter を使った情報発信もしています。オンラインコミュニティではオフラインの勉強会、飲み会、朝会などなど様々オフラインのイベントも用意しています。参加者さん同士で横のつながりが作ることができるように工夫しています。無料お試し期間もあります。ぜひお気軽にオンラインコミュニティ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回はサーバー証明書について勉強しましたね。サーバー証明書は身分証明書みたいなものなのかもしれません。例えばパスポートや運転免許証は顔付きの証明書なので、その人の顔まで保証することができる信頼度の高い証明書です。保険証の場合は顔付きの証明書ではありませんが、住所など情報が書いているので、その人がそこに住んでいることが保証できそう、ある程度信頼できる証明書です。ではお店の会員カードの場合はどうでしょう。多くの場合書いている内容は名前だけです。情報量が少なく、この人はこういう名前らしいということでしか保証できません。少し信頼できない証明書ですよね。このように身近な例に当てはめて考えると、サーバー証明書の種類も理解しやすいかもしれませんね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。お後がよろしいようで。